はい、皆さんこんにちは、吉田ジョさんです。はい、今日ご紹介するのはこちらですね。バシッババン、なんだかわかりますでしょうか。はい、こちら防水用ですね、iPhone のですね、ケースでございますね。お風呂でスマートフォンが使えるよということでございます。1050円ですね。こちら後ろにいろいろ書いてございますね。はい、やり方が書いてございます。はい。今までですね、普通の、100円ショップなんかで売ってですね、このぐらいの、ジッパーのね、ジッパーでもないな、ついてる、ビニール袋とかですね、使ってたりなんかしてんですが、あえてですね、ちょっと買ってみました。このハードケースに入ってるタイプの、ハードケースのタイプのものがありますね。防水のこういったものの商品なんでね。あれだと外からですね、操作ができないんですよね。プラスチックなんでね。これだと多分ですけど、できますよね。ということで開けてみましょう。頑丈なんですよね、これ。こういう系の箱が。頑張れ。開いた。開きました。あれ？これも実は買ってからですね、結構経っちゃってるんですよね。レビューしようと思って、やっと今日レビュー。って感じですね。なるほど。こういうケースなんだ。シリコンっぽい、なんかこう、弾力性のかなりある。ものでできてますね。開け方は開け方が分かんない。あ、開きました。ほう。こっから入れるのか。なるほど。壊れてる。このスマートフォン壊れてるな。あ、紙だ。はい、ありがとうございました。一応ね、やっとかないと失礼かなと思って。まあ、誰に失礼なのかよくわかんない。で、こちらですね。私の、my smartphone. This smartphone is mine. In. 入れます。入りました。外からも操作できますね。あ、できる。お、できない。できないはずはない。できないはずはないですよ。できない？まあいいや、とりあえずちょっと閉めてみましょう。これどうやって閉めてたっけ？こう、一回折るのか。一回折って、クリップを回転させると右のように。で、挟むんですよね。で、この中に入れると。これでいいのか。あれ？ダメじゃん。はい。ダメじゃん。どういうこと？こう折って、ん？ちょっと待って。はい、お手持ちのスマートフォンを袋の中に入れまーす。はい。クリップを赤い矢印の方、赤い矢印の向きに回転させまーす。こういうことか。あ、こういうことか。失礼しました。こういうことですね。はい。そして図のようにクリップを閉じて、袋を挟み込みます。こういうことですね。閉まると。あ、なるほどね。そうすると入んないよ、ということでございますね。さあ、カメラの位置も出ておりますが。でこれで、カメラの位置も出てるにもかかわらず操作ができないっていうのは矛盾してるので、操作できると思うんですよね。ないじゃん。なんで？え、ちょっと待って。
スライドストッパーを上げてスマートフォンを密封します。水が入らないようにしっかり閉めてください。スマートフォンの出し入れは乾いたので、本体の水分をよく拭き取ってから行ってください。それはあったけど、これで操作ができなかったら意味ないんだけど。お風呂でスマートフォンが使えるって書いてありますもんね。あ、一応頑張れば、あ、頑張った。あ、頑張ったらできた。電卓。2たす3は5。できました。よかった。できないかと思っちゃった。びっくりしちゃった。なるほどね。これでいろいろね、聞けるということですね。使ってみたいと思います。まあ、水、シャワー、この、普通の動画だったらですね、ここでシャワー当ててみたりいろいろするんですけど、またそのうちしますね。はい。まあ、水通すことはないと思います、これで。はい、すいませんね。さあ、これも星をつけてみましょうか、あえて。あと、星つけるも何も、この中じゃん、星は、みたいな。欲しいね、これ使ってないけど、使い勝手良かったら、よいしょ。星、8つはつけてもいいかな、と思います。使い勝手が良かったら。ね、なんかお風呂の中でね、YouTube 見れたりとかですね、音楽聴いたりな、全然いいなと思いますのでね。はい。うん。ありがとうございます。ということで、今日ご紹介したのはですね、お風呂で使える、スマートフォンのケースでございました。ありがとうございました。